エアリス、どうよ。ザックス。そんな顔しなくていいから。でも参ったな。なあ、協力して探さないか。でも。心配すんなって。頭から怒鳴ったりとっちめたりしない。ちゃんと訳を聞いて、理由によっては大きな心で許す。本当？ほんとほんと。じゃあ協力しよう。うん。でも手がかりがないんだよな。ブルーの何か買うならまだ町にいると思うんだ。そうか。じゃあエアリスはここで目を光らせる。俺は町を一回りしてくる。そういうことでよろしく。あ、いえ、なんでもないです。おっしゃ、見つけた。あ、うわあ。はい、追いかけっこおしまい。やったな。お前、自分が何したのか分かってんだよな。人のものを盗むっていうのはな。ザックス。で、非常に良くないことだぞ。で、盗んだ理由は何なんだ。兄ちゃんには関係ないね。ブルーノ、盗んだのは本当？うん。そっか。どうしてそんなことしたんだ。エアリス、お前のこと信じてたぞ。俺が決めつけてもそんなことする子じゃないって。俺はともかくエアリスには話せよ。お金が必要なの？困ってるの？薬がいるんだよ。でも自分の財布モンスターに食われちゃって、だからこの人の財布を取った。エアリスの友達なら許してくれるかもって。ブルーノ、これはダメ。がっかり。もうしないよね。うん。じゃあ忘れる。また仲良くしよう。ザックス、それでいい？エアリスの顔に免じて許す。ありがとう。ごめんなさい。でも薬がいるんだよな。うん、じいちゃんの薬なんだ。俺に任せろ。でも危ない。平気平気、この辺のモンスターなんて楽勝。それなら私も手伝う。いいって、大丈夫。俺に任せとけって。エアリスはブルーノと待ってるよ。モンスターはまだ公園に行く道にいるはずだよ。じゃあ財布とお金返すね。準備して行ってきてよ。公園はこっちか。おい君、すぐゲートの中に戻りなさい。ん？公園からモンスターがわんさか現れた。公園、なるほど、そいつらだな。なるほど、じゃない、みんな逃げたよ。危ないから君も早く戻りなさい。悪いけど、そいつらに貸してる金取り戻しに行かないといけないんだ。何をわけのわからないこと言ってるんだ。ま、大丈夫大丈夫、心配いらないって。あんたもさっさとそのゲートの中に入ってな。出た出た、こいつらだな。ブルーノの財布返してもらうぞ。アクティベイティングコンバットモード。
お、あったあった。この財布だな。中身も無事だよな。うわ、俺の財布より入ってる。本当に取り返したんだ。すごいな。うわ、ベトベト。文句言うなよ。戻ってきただけマシだろ。ザックス、大丈夫だった？楽勝楽勝、問題なし。ありがとうな、兄ちゃん。ザックスだ。盗みなんかするなよ。また何かあったら頼ってこい。遠慮しておくよ。兄ちゃん、お金俺より大変そうだ。ま、今はな。でもな、見ていろ、俺とエアリスで大儲けするんだから。え？ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい計画だ。そう、ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。エアリス、本気？うん、頑張るから。だから困った時ちゃんと相談して。分かったよ、ちゃんと相談する。じゃあ兄ちゃん、エアリス、ありがとう。ねえザックス、さっきの本気？お花売るって。もちろん、あれだけ言ったんだからやるしかない。そうだ、ワゴン作ろう。ワゴン？そう、花売りワゴン。ワゴンに積んで花を運べばミッドガル中で売り歩けるだろう。あれ、気に入らない？ううん、すごい、やってみたい。お、エアリス、今日は彼氏と一緒か？ううん、今日会ったの。あんた、さっき子供を追っかけてたよな。町の奴らから話を聞いたよ。たちの悪いよそ者かと思ってたら、意外にいい奴だったんだな。冷たくして悪かったよ。これは俺からの気持ちだ。それにしても、エアリス、こんなに素直で純粋な気のいい男はそういないぞ。こいつなら彼氏ってのも許せる。幸せになれよ。ううん、彼氏じゃないの。今日会ったばっかり。ね、ちょっとこのお店見ていい？え、買い物に来たかったのか？じゃあやめる。嘘嘘、いいって。好きなだけ見ろよ。ありがとう、ちょっとだけ、すぐ終わるから。この店気になるのか？うん、見てるだけで楽しい。なあエアリス。何？もしもしって起こしてくれたお礼に何か買ってやろうか。お礼はデート1回でしょ。それバッカみたいって言ってただろ。だって。じゃあ今日の記念、出会いの。いいの？もちろん。じゃあこれがいいな。わかった、買ってくる。ちょっと待ってて。こんなもんか？ちゃんと結んだ？ま、大丈夫だろう。うん、なんかいい感じ。ありがとうザックス、大切にするね。ああ。ねえ、まだ時間ある？なくもないけど。公園行かない？お、なんかデートっぽいな。うん、じゃあ行こう。
ルジャーって会ったことある？多分。幸せなのかな。どういう意味？子供たちの憧れ、世界を守るヒーロー。でも普通じゃない。よく知らないけど、特別な手術受けるんでしょ？らしいな。普通が一番幸せ。私そう思う。ソルジャーってなんか変。そっか、変か。それに怖い。戦うこと大好きなんだよ。俺ソルジャーなんだ。ごめん。気に入った。だったらもっと見てよ。魔光を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。もう空みたいな色だろう。うん、この空なら怖くない。確かに俺の周りは普通じゃないことばかりだ。エアリスは？なんか問題あるのか？今日は穏やかな一日かな。そう思ってたら空からソルジャー降ってくる。そんなに悪いことじゃない。うん。ザックス、今すぐシンラビルに戻れ。ジェネシスが攻撃を仕掛けてきた。分かった。行くところできちまった。じゃあ私行くね。また会えるよね。もちろん。助かるといいね、お友達。え？うなされてたから。うん、大丈夫さ。今はそんな気がする。ここから死んだビルへはマーケットの中から行けるって言ってたな。モンスターのお出まし。Activating combat mode。Conflict resolved。おっしゃ。そんじゃ気合い入れていきますか。おお、ブルーノじゃないか。兄ちゃんもう帰るのか。まあ俺このマテリアを兄ちゃんには。もう盗みは絶対やらない。あ、
いい心がけだな。俺をしっかり見習っとけよ。兄ちゃん、そのマテリアで妙なことするなよな。するかよ。ま、それはどうでもいいや。もう一つ言いたいことが、兄ちゃん。もなんだよ、いきなり。ここだけの話、エアリスは俺、兄ちゃんを応援してるから、何か困ったら俺に聞きに来い。へえ、ずいぶん信頼されたもんだな。よし、このシンナビルが、クソ、ジェネシスのやつ、なんでだよ。落ち着いたか。でも時間取られちまった。急がなくちゃと思ったけど、世の中そんなに甘くないってね。はいはい、なこと分かっとるよ。なるほどね、今までの奴らとは格が違うってか。だからどうした。頑張って。
もう終わり。終わりだな。よし、行くぞ。力を貸してくれ。どうだろう、あんたが考えてること全然わからない。実は俺にもわからない。時々頭の中に霧がかかったような感じになるんだ。でもな、たとえどんな状況でも俺は誇りを持たなくてはいけない。このバスターソードが共にある限り、ザックス、俺と一緒に戦え。敵は世を苦しめる者すべてだ。力貸してやる。あそこまで運んでやる。いいって。飛ぶのはいいもんだぞ。悪い、待たせた。遅いぞ。セフィロス、やつれたか。早速だが、ホランダーは北条抹殺をジェネシスに命じているはずだ。北条って、あの？ああ、科学部門統括の北条博士。ホランダーは北条に自分の地位を奪われたと思っている。だったら狙いは上の科学部門フロアだな。王女など放っておけ。相変わらずだな。ではセフィロスはここより下を頼む。外は俺に任せろ。ザックスは上だ。王女博士は任せた。了解。アンジールが何を考えてるのか俺にはさっぱりわからない。でもまた一緒に戦えるんだ。今はそれでいいや。さて、科学部門フロアはこの奥だな。アクティベイティングコンバットモード。はい。ラッ。ハレッ。コンプリートリゾルト。おっしゃー。Activating combat mode. ではっと。
よかった、無事か。静かにしてくれないかね。今、ビルがジェネシス軍に攻撃されてるんだ。狙いは北条博士かもしれない。それで、君が私の護衛官？とにかく、一緒に避難してくれないか。劣化するモンスターなど恐れることはない。それ、ジェネシスのことか。その通り。空から来た未知の生命体を古代種だと思い込んでいた愚かな時代の産物だ。未知の生命体？空から来た最悪、ジェノバ。知らずとも問題はない。何も考えずに私という頭脳を守ることがソルジャーの役目だ。おお、複雑そう。君はたった今、実験用モンスターをし…モンスター?凶暴すぎて役に立たなくてね。ちょうどいい。俺が?67 階の独房はアイテムの層。君が放ったモンスターどもに、倉庫には何か役立つもの。興味があるなら、奴らから鍵…ただし、モンスターから鍵…博士、それ面白い情報じゃない。仮に処分に失敗しても心配することはない。聞いてない。3分以内にモンスターの処分ができたら。なるほど。でも鎮静ガスって。3分以内で終われば君がどれほどのソルジャーか。実験よってこいつらって。おい、俺の評価とさ。まったく、あちこちに。そういえば、独房の鍵はモンスターが持っている。ここが独房か。鍵があれば開く。逃がすか。アクティベイティングコンバットモード。コンプリートリゾルブ。おっしゃー。これで全部。時間は余ってるけど、アイテム探しは無理だ。サンプルはみんな片付けた。んじゃ、も博士、
すべて処分してきたようだな。そうだろう。それなりに興味深いデータが手に入った。だが独房にはまたロックをかけた。それにしても、俺のデータ変なことに使うなよ。